ベフ、フフ、ビクトリアフォールズ空港の位置ビクトリアフォールズ空港は、ジンバブレのビクトリアフォールズ市にある国際空港。市中心部及びビクトリアの滝から南に約 20km の位置にある。ターミナルビルには、衣類や雑貨の売店、飲料水とアイスクリームの売店、レストラン、免税品店があるが、国際空港としては非常に狭い。 空調設備がないため夏場は蒸し暑い。入国審査はすべて手作業で行われる上ビザの購入も必要であるため待ち時間が長くなりがちである。1999年11月に空港の照明が改修され、1日の稼働時間が12時間から16時間に延長された。現在はボーイング737やエアバス A319 などの いわゆるナローボディ機までの発着が可能であるが、大型機に対応させるため滑走路を4000メートル級に延長する計画が進行中である。ターミナルビルの改修も合わせて行われる予定である。ビクトリアの滝の近くには、このビクトリアフォールズ空港の他に、リビングストン空港がある。ほとんどの観光客はこのいずれかの空港を、ヨハネスブルク経由で利用している。 空港の駐車場にタクシーが待機している。市中心部及び滝までいずれも約20ドル、所要約20から25分。エアポートバスの乗り場があるが実際には稼働していない。アフリカ南部で最大の観光客数を誇り、世界遺産にも登録されているビクトリアの滝への玄関口であり、年間を通じて世界中から数多くの観光客が訪れる。周辺は、 豊かな自然を生かした観光ツアーが多く開催されている。特に激流を利用したラフティング、ザンベジ川、クルーズ、チョベ国立公園のサファリなどが知られる。ありがとうございます。